初代ノーサンプトン伯爵ヘンリー・ハワードは、イングランドの政治家、貴族。ノーホーク公ハワード家の分流の生まれでカトリックで、あったが、スチュアート長初期のジェームズ一世の宮廷で徴用され、1604年にノーサンプトン伯爵に上され、1611年からは、第一、大倉教を務めて、財政を見たが、1614年に死去。おいの初代サフォーク伯。 トマス・ハワードがその政治的立場を継承する。1540年2月25日、サリー伯爵ヘンリー・ハワードとその夫人フランセスの間の次男として、ノーフォーク・ショット・シャムに生まれる。兄に第四代ノーフォーク行為を継承する、トマス・ハワードがいるが、この兄は1572年に処刑、爵位剥奪された。ケンブリッジ大学のキングス・カレッジやトリニティ・ホールで学ぶ。 1570年からエリザベス一世の宮廷に仕えたがカトリックであったためいや癒され、1583年にはイングランド間近中の元スコットランド城をメアリーと接触したとされて一時投獄された。1601年2月にはパトロンだった第二代エセックス博ロバート・デバルーを裏切って彼のクーデター計画を密告したと言われる。1603年に スコットランド王ジェームズ6世が、ジェームズ1世として、イングランド王に即位すると徴用されるようになる。同年に、数密顧問官に弟子、ウォルター・ローリーの裁判では、審問委員を務めた。ジェームズ1世に残言して、ローリーを失脚に追いやったため出世できたのだが、翌1604年に、劇作家、ベン・ジョンソンがこの陰謀を儀曲でほのめかした疑いで、政府批判の罪をかけられ、 通密委員へ召喚されている。1604年3月13日には、ノーサンプトン伯爵に助せられ、同年後校長官に就任した。1605年には、ガイホークスの裁判で、審問委員を務めた。1608年には、王子証書に就任した。ジェームズ一世の側近で、法務次官、フランシス・ベーコンからは、この王国で、最も学識のある古文官と称賛され、 1607年と1610年の議会で演説の有弁さを評価されている。1612年に大倉教初代ソールズベリー伯爵、ロバート・セシルが死去すると大倉教のポストは空席となり委員会制になったが、ノーサンプトン伯がその第一教として実質的な公認となった。ロンドンの商人ライオーネル・クランフィールドを抜擢して財政改革に当たらせた。 しかしカトリックだったノーサンプトン博は国王秘書長官ラルフ・ウィンウッドや宮内庁官ペンブルック博、ウィリアム・ハーバートラ宮中内のプロテスタント勢力との対立を深めた。1614年の議会が2ヶ月で解散になったのはこの派閥構想が原因であり、かつてノーサンプトン博を称賛したベーコンからは宮廷と議会に分裂をもたらしたとして名指しで非難された。ただし、 死期が迫ったノーサンプトン博は影響力が低下していたとの指摘もある。1613年には親族のサマセット博、ロバート・カーフ人フランセスに協力して、トマス・オーバーベリーの殺害に一役買ったと言われている。1614年6月15日に死去した。生涯結婚せず、子供がなかったため、保有社位は彼の死と共に廃絶した。彼の政治的立場は、 おいの初代サフォーク博、トマス・ハワードに継承されるが、サフォーク博は、最終的に、プロテスタント勢力の後押しを受ける罰金が無効、ジョージ・ビリアーズとの闘争に敗れて失脚している。1604年3月13日に、以下の借用新規に与えられた。ありがとうございます。